で、足を緩めたらほら背中がすごく柔らかくなってくれてるの分かります？さっきよりだいぶ柔らかいよね。さっき忘れた、うー、あーって言ってたでしょ。今なくなってるんですけど、ってことはあの足の疲れが背中に上がってきてたよってことなんですね。もうあとちょっとしかないから、はい、軽くだけ押さえておくね、
ポコペコ音が鳴ってるのポコペコ病ってやつんだけど痛い。この上にね筋肉が張ってて、その筋肉が限界まで硬くなるとポコペコね、太鼓の音みたいな感じでポコペコになるんですね。100人に1人ぐらいの割合なんですけど、限界まで使ってるっていう状態。痛い。これならなくなってくるでしょ、ちょっとですね。ちょっと気になるところね。これが取れたら、ここも取れてくれたりするので。以上でございます。疲れました。